現在、密かにネット上で怪談がブームになっている。怪談は今まで舞台上で演じる古典から始まり、落語、講談、そしてテレビ、昨今ではネット発の怪談話や怪談師が続々登場している。いわゆる怪談第三世代といわれる様々な怪談師がネットを主戦場に様々なコンテンツを発信している中、今注目の怪談師を集めて新番組がスタート。じゃあ本番いきます。今回は10月4日からスタートの新番組、初耳怪談ファーストテイクの見どころなどを特集。人生で初めて出会う怪談の数々を見逃すな。こんばんは、島田秀平です。始まりました新番組、初耳怪談ファーストテイク。この番組ですね、現在ネットを主戦場に大活躍をしている第三世代怪談師たちが毎週番組に寄せられました他のどこでも喋っていないというまさに初耳怪談を披露していただくという番組になっております。番組にですね、投稿された内容、こちらを追加取材した上で、怪談師がどうやったらより怖くなるのか、より鮮明に皆さんに怖さを伝えられるのか、こちらをですね、一発撮りでその臨場感をリアルに伝えていくという番組になっております。実はですね、私島田秀平も来週放送のね、第1回目の放送の方で初耳怪談をさせていただいております。ぜひね、チェックしていただきたいと思います。そして今回ですよ、素晴らしいです。皆様からのですね、初耳怪談紹介をしてくれるという、今大注目という第三世代怪談師の皆さん集まっていただいております。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。はい、ね、はい、はいはいはい、わかりますわかります。誰なんだよお前らってことですよね。ちょっと、いや正直その辺歩いてる6人組の方が花があるんじゃないかそうですなんで一人ずつね、掘ってったらもう2時間ずつぐらいかかりそうな。そうですね。なんでこの衣装を選んだんだとか。何ですか、ニュージェネーション的なメンバー集められてるんですよね。割にはですね、平均年齢40歳ぐらいになってますんで、まあまあのおじさんたちなんですよね。ちょっとじゃあお一方ずつ自己紹介していていただいていいかね。はい、はい、あれ僕から、はい、太田プロダクション七不思議というコンビで、大赤見信と言います。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、太田プロダクションから、ノミネートしていただきました、七不思議の吉田モーモーと申します。よろしくお願いします。なかなか自己紹介でノミネートしていただきましたっていうね、聞かないんで。だからちゃんとしたメンバーに入れてるかって不安が僕の中ちょっとありますね。まだ当落戦場だと。はい、まだわからないぞってことで。そうなんですよ。はい、いやこれマジカルバナナ始まるんですかこれ。古いね。古いよ。違うんですよ。それが思いついてしまう。マジカルバナナは始まりません。始まらないですね。はい、始まりません。わかりました。あ、ごめんなさい。ザ・タッチの一番上のお兄さんじゃないですよね。ちょっとちょっとって言えよ。そこちょっとちょっとでしょ。この積み重ねがチャンスを逃してきたんです。なるほど。だから今日ノミネートってことを頑張っていただきました、はい、頑張っていただきたいと思います、うん、はい、そして話聞いても大丈夫な方ですか。大丈夫ですよ、聞いていただいて、いつでもどうぞ。100個の質問に対して1000個返しますから。あ、なるほど、わかりました、はい、じゃああまり絡まない放送です。名前だけいいですか。あ、どうも、すみません、ガンジス川の生き残り、ガンジ横須賀と申します。よろしくお願いいたします。現在ですね、フリーの、ね、サバイバル芸人としてですね、ご活躍中でございます。ちょっとね、自己紹介してより謎が深まるっていう、逆にクエスチョンが増えるっていうね、新しいパターンなんですが、ただすごいです、ガンジーさん本番前誰よりも熱心に台本を読み込んでらっしゃいました。あ、見てらっしゃいましたね。何を読んでたんですか。はい、何を見てたんですか。あれですか、はい、あれです、ジャリンコ知恵の第1話の、話見てました。めちゃめちゃ受けた。指さすな、指さすな。さあ続いて、はい、どうも、ホリプロコムから来ました、島田さんの秘蔵っ子、川口秀幸です。お願いします。本当にいろんなところで言うんですけど、はい、本当にやめてもらえません。ちょっと待ってくださいよ。言っちゃダメですかこれ本当に。まあ、もちろん直属の後輩で、ね、はい、直で、はい、めちゃくちゃ可愛がっていただいてるんで、はい、これからもどうもよろしくお願いします。、はい、コピンチョロ。
え、なんでコミンチョロが今受けたんですか。コミンチョロはおなじみのやつなんですか。コミンチョロは一応結婚の頻度で言ってるんで、はい、コミンチョロこれ言ったら次に行ってほしいっていう意味だと僕ら取ってます。あ、もうギブアップってこと、はい、僕の中で本当申し訳ないですけど編集点だと思ってる。コミンチョロ、あ、切られちゃうぞコミンチョロ。ポーンズ出た。司会誰か代わっていただけませんか。もうね、有吉さんクラスじゃない、これ切れないってこんなの。すいません本当に、すいません本当に俺の腕なんか全然ないんだよ。そんなことない。オープニングで窒息死しそうですから。そろそろね、ちゃんと息したいので、はい、はい、お願いしますよ。はい、吉本興業から来ましたスマイルシーサーのヤスと申します。おばあちゃんがユタです。どうもおるさす。やっとなんかそれっぽい方がっていうね。そうですね、やっぱり僕の場合おばあちゃんがまあ霊媒師をやってたので、まあ、そこら辺の話とかもいろいろ触っていただけたらなと思いつつ、横に座らせていただいております。やっぱりね、沖縄と言いますとね、はい、やっぱり不思議な土地柄というか。そうですね、ちょっとね、そういったスピリチュアルとか、うん、こう怪談話なんかに縁が深い土地だったりもしますもんね。結構身近ですね、どっちかといえば。幽霊という存在が身近な島っていう感じで受け止めてもらえたら幸いです。なんでね、もうそういったことで、まあ、YouTube チャンネルの方もね、はい、大人気で、まあ、今回は期待してますんで。本当に島田さんのおかげでね、僕は本当に勝手に島田さんのチャンネルをずっとお世話になってるチャンネルとしてずっと URL 貼ってるんで。結構あるあるなんですけど、大体このみんな、ね、YouTube やってますけど、はい、そこの登録者の皆さん大体被ってるっていう、ね。よく見ますよ、七不思議から来ましたとか。はい、全部可愛がっていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、そして、はい、ライジングアップから来ましたスモーキードライのアトちゃんです。お願いします。アトちゃん、アトちゃんで、はい、やらせていただいてます。ちょっとこう、見た目がね、なんかいかつそうな。そうですね、基本的には蒲田川崎界隈のタトゥーのお兄ちゃんたちの階段を話させてもらってる。どういう階段なんだよ。、はい、それ幽霊出てこないよね。幽霊は出てくるんですけど、タトゥーのお兄ちゃんたちから仕入れた、はい、幽霊のお話を。そういう怖い人から聞いた怖い話をさせてもらってますけど。2つ怖いのが入ってる。そうです、間にね、ちょっと。だから本当皆さんね、もうこの見た目も分かる通り、もうバラバラの個性で、それぞれがいろんな語り口でね、怪談を話していかれますので、多分ね、すごく一つの話でもその人それぞれの個性が出てね、楽しい、まあ、番組になるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、皆さん、ちなみにもうとりあえず1回目というか、はい、とりあえずファーストテイク怪談の方はもう撮り終えた後なんですよね。そうです、ありました。ぶっちゃけどうでした、ノブさん。いや、緊張しますよ、あの感じ。あの感じね。あの感じ。なんか、普通だったら、ちょっと甘噛みした時とか、はいはい、ちょっとしたなんかスタッフさんのニヤニヤした顔とかがあるから安心できるじゃないですか。一切してくれないですよ。そうなんですよね。キンキンに張り詰めた空気の中。そう、はい。やらないといけないんで、でも本当に久々ちょっと嫌な汗はかきつつも、まあ、やりきりました。やりきりました。とりあえず。とりあえずは。吉田さん、いかがでした？いや、本当頼もしかったですね。頼もしい。スタッフの方が優秀でですね、そっち、まあ、いい現場に恵まれたなと思いましたね。はい、本当に一個確認したいんですけど、はい、ガチガチに緊張してますよね。結構芸歴長いはずなんですけど。そうなんです、主演さん、相方の僕がすごく分かるんですけど、100で緊張します。ここ結構七不思議っていうのはほぼ同期に近いぐらいなん で、ね、ここすごい安心してたのに、まさかのここでつまずくってなると、もう次一番怖いんだから。なんでその前でつまずくんだよ、そこスーって行きたかったんですよ。ガディさん、どうでした、ファーストテイク。いや、これもうですね、初体験、もう初体験の初体験なんでね、尺無駄にしたな今。同じことを、もう言ったことないワードが出ましたよね、階段喋る前に。ブーから始まっちゃったんですよ。びっくりした、自分で鳥肌立っちゃうんですよ。あんなことないんですよ、島田さん。今後とも末永くお願いします。
これキャスティング誰がされたんですか本当にこの6人で間違いないんですよね間違いないんです、間違いないんですよ。すみません、このやばいこのゾーンが全員40代お兄さんチーム、はい、すみません40代です年の差なんてで言うとお兄さんチーム、ね、ものすごく緊張感のある現場でした本当に、はい、でまあ、一応僕もやりきりましたけど、ええ、どうなってるか楽しみですよ、ね、はい、なんでそれぐらいのコメントでもう一回話せ始めたんですかなんであれでもう一回よし行こうっていうなんで今もう一回ここに出てこれたんですかすごいんすよね。ただね、やっぱり見た目不気味さもありますし、はい、などういった怪談、ね、うん、口調が飛び出すのかっていうのはある意味一番楽しみな方かもしれないので、ここはちょっと一番期待させていただいてます。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ヤスーさん、はい、ファーストテイクでしたよ。はいはいはい、僕もそうですね、まあ、みんなそうだと思うんですけど、初めての経験の中で僕の場合普段喋ってるのがこう自分で経験してる話が主だったりするんで、その僕も投稿者さんからのお話を聞いて自分の中に入れて自分なりの話口調で話すんで、やっぱディレクターさんとかもこう僕が読んでるであろうその来てる投稿を見ながらこう喋るんですけど、うん、僕の頭の中でストーリーはできてるけどこのワード入れといた方が良かったなっていうのが後ろに来たり前に来たりみたいなことがやっぱ起こってしまったんですよね、はい、で普段やっぱ喋ってこう動画撮ってくれてるのって iPhone だったりするんで、はい、ガチガチのカメラの前でしっかりしたマイクでっていうのでめちゃくちゃ緊張して、前後してる僕の話をディレクターさんが一生懸命1枚目2枚目をこうやって追っかけてるのが目に入って笑いそうになってる自分を抑えるので必死でしたよ。そうか、普段 YouTube の場合ってね、はい、iPhone でもう本当に個人でっていうのが、そうそう、インカメで、そうですね、はい、撮ったりとかしてるんで、今も目の前にもう6台ぐらいのカメラがあるじゃないですかもうこの状態にまずは慣れないとなっていうのに必死ですね。なるほど、それが原因だったってことですかね。そうですね、なんかやっぱり YouTube 主戦場に活躍されてるから、うん、まずこのカメラにビビってるわけですね、はい、そうですね、あのうちの吉田さん見てください、あの正気を失っていますい本当にすごいのがT シャツの猫のうちの一匹みたいな顔してるそうでしょ、なんかこの中のうちの一匹怖いく、いや、なんかやっぱ正気吸われる感じするんですよ、なんかすごい緊張してしまうじゃないですかいやいや、まあまあまあ、わかりますけど、この空気もええー、あ、すごいですねいや、いいんですよ、これはすごいな、こんな笑ってくれる、そうです、温かいスタッフさんの現場なんてないですよ、ありがたいですね、本当に大丈夫ですね、まあ、ファーストテイクですけども、まあ、安さんはそんな感じだったと。そうですね、僕はまあ今後だからもっとこう1回目を見てもらって、そこから僕らの成長も見てほしいですよね、2回目3回目と。そうですね、はい、慣れてきたら。確かにね、今おっしゃっていただいたように皆さんから今回ねお話をいただいているという、うん、まずここですごく責任感とプレッシャーが出てくるんですよね、うん、そうですね、で本当にね、あの皆さん素晴らしい投稿していただいて、はい、どのお話 も素晴らしいんですよね、うん、いや怖かったですね、だからこれを自分たちが話すことでその怖さをもしも下回ってしまうとか反映させてしまったらどうしようっていう、まずこのプレッシャー怖さもあるし、そこだったっすね。でもね、やっぱりこう見ていただいて皆さんからすると、一応ねプロの怪談師の皆さんですから、自分の体験談をそういうねプロが話したことでどのようにこう伝わっていくのかっていうね、だからその辺の楽しさもあると思いますので、皆さんね、ぜひ本当に送っていただきたいななんて思いますよね。まあね、ちょっと皆さんね、こういったね6人もうキャラクターもね、もう本当それぞれなので、皆さんねちょっとね楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあ、そして今回ですね、皆さんには番組直前スペシャルということで、1人ずつ皆さんからですねいただいた、まあ、投稿していただいた怪談ではなく、皆さんの代表作怪談を披露していただきたいなと思っております。というわけで、じゃあまずはトップバッター、はい、七不思議大若見信さん、終わりました。でまずですね、この大若見信さんという方がどういう方なのか、ちょっとね簡単な VTR がありますので、そちらご覧いただきたいと思います。どうぞ。七不思議大若見信。まさにオカルト兄貴で、信さんが実はあの、はい、こちら元僧侶の親父を持つ、はい、憑依体質で心霊体験多数ありという。そうなんですよね。信さん自身が霊感がかなり強いんですよね、はい、あのうちの父親がもうあのおっしゃっていただいた通り元僧侶なんで、はい、父親がとにかく強いんです、霊感が、うん、でその血筋の僕もその影響を受けてるのか、結構その幼少期から25、6ぐらいまで頻繁に体験はしてます。でそういったこともあるんで、はい、割とこう若い頃、はい、
それこそ人志松本の丸々の話のゾッとする話も出られてるんですもんね、はい、あ出られました、はい、でその後も、まあね、いろんな受賞歴がありまして怪談を2018、2019ファイナリスト、はい、結構そういったところでも結果をね着々とこう出されてるという、ありがたいことにお声かけていただいて、まあ、ちょっと出させていただいたりしてます。で YouTube も今ね七不思議チャンネルがもう大人気ですもんね、はい、大人気なんですか。画質はこだわってますからしいですだって本当にこう精力的に、ね、このファンの皆さんとも交流とかされたりとかして、はい、生配信なんかもそうです ね、結構もう応援してくれてる方ともう仲良くなって一緒に盛り上げてくださいっていう感じでやらせていただいてます。いや本当にもうね怪談師としてはもう超一流というか、もう持っている本数でやっぱり実体験の数々、まあね、まあ、いろんな怪談師の方いますけど、本当にこうトップランナーの一人なので、ぜひ皆さんですね期待していただきたいなというふうに思います。さあではですね、そんな大赤身のぶさんなんですが、怪談話、わかりました。早速披露の方していただいてもいいでしょうか。了解です、わかりました、お願いいたします。お願いします。僕は若い時の話なんですけど、はい、ちょっと車で、ちょっと通りすることがあって、でその帰りなんですけど、ある道路をこう一人で運転してたんですね。僕ちょっと運転してる時の癖で、バックミラーをこうちょっといじる癖があるんですよ、うん、で自分の一番いい位置でこう合わせたいという癖があって、で走ってる時にこうバックミラーこういじってたら、バックミラーでちょっと後ろがこう見えてるこのリアガラス、後ろのガラスのところに女性の顔がこう見えたんですよ。で、あ、女の人いると思って、でそのままこっちに集中したら事故ってしまうんで、はい、なんとか運転をしつつこう女性をこう確認しながらこう走らないといけなくなったんですね。で、うわいつ消えんのかなと思いながらこう走ってたら目の前にトンネルがあったんですよ、うん、でトンネル入って、でトンネルに入ったら、あ、薄暗いんで、後ろも気にならなくて、でトンネル出た瞬間にあの女性の姿は消えてたんです、はい、で、あ、よかったと思って、でちょっとねタバコを吸おうと思って、窓をちょっと開けてタバコをくわえた時にちょっと横見てみたら女性の腕がこうやって出てきたんですよ。ってことはトンネル入って女性が消えたんじゃなくて、多分女性この上に登ってきてるんですよ。でしばらくもうそのままの状態で走らないといけなくなったんで、でしばらくするとその腕は消えてたんでよかったなってなったんですけど、あの女性果たしてなんでついてきたんでしょうねっていう話です。以上です。え、だってもう後ろから前に来て中に入ってこようとしてたんじゃないですか、だと思うんですよ。どのタイミングでついてきたのかもちょっと分かんなくて、やっぱこれ霊感があるというかね、霊が見えるのぶさんならではの話ですよね、はい、まあ、結構そういうふうにパッと不意に見えてしまうことって多いんですか。はいはいはい、歩いてても、もう本当に自分のメンタル次第なんですけど、こう歩いてて人影があって、あ、人影いるなと思ったらわーっとこうわーっとこう本当に人の姿になってきたりとかもあったりしました昔は。いや本当何もなくてよかったですよね。何もなくてよかったです。本当に何で出たのかも何で消えたのかもわからないです。こっちも何もないんですけど。いや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 、七不思議吉田モーモー、無類の猫好きとも知られている、まさにオカルト界のキューティーおじさん。さあ続きましては七不思議吉田モーモーさんです。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。吉田さんね、はい、実は怪談師としては、はい、結構新人さんというか。そうですね、昔からオカルト自体は好きだったんですけれども、いわゆる一般的な怪談話を始めたのはもう本当ここ1年ぐらいですね。七不思議チャンネルというチャンネルをやり始めてから、まあ、触発されてというかやるようになりました。そうなんですよね、はい、それまではまあユーマをねはじめとした、まあ、小さい頃からオカルトが大好きでっていう少年ではあったんですけど、はい、まあ、がっつり心霊の方には舵を切ってこなかった。まあ、いわゆる僕がまず実体験がないんで、人から聞いたお話とかで自分が興味 あるなっていうものを、やらさせていただこうと思ったのが1年前ぐらいだっていうことですね。このね、まあ、説得力のあるというか語り口調なんでしょうかね、はい、なんと、怪談最強戦2021この前ですよ、はい、で初チャレンジにして初出場準優勝されたという。いや本当
当にすごいですね。いやいや、とんでもないですよ。すごくいいスタッフに恵まれまして、その時も大御所俳優みたいな違う スタンスというか現場の方がすごく優しかったんですよ、本当に。緊張してますか、吉田さん。そんなメンタル弱いの？いや、その時もこのスタッフすごい気遣いますよ。はい、すいません。いや、その時も上がってしまってて、はい、で、本当細かく声をかけていただいてたんですよ。もうかまってちゃんのおじさん一番めんどくさいんだけど。今日どうですか、大丈夫ですか？いや、今日はその時の現場に空気が似てるんで、はいはい、まあ、準優勝の階段をできます今日。しっかり準優勝したいと思います今日も。ただね、はい、やっぱりそのこちらですよ、ね、階段最強戦なんていうと皆さんね、階段師たちが優勝を求めてっていうね、はい、すごい大会なわけで、うん、そこに名だたる階段師を破り、初チャレンジの吉田さんが準優勝って、これもう快挙中の快挙ですよね。いや、本当にそうだと思います。本当そうだと思います。はい、ちょっとイラッとはしましたけど。いや、いいんです、いいんです。すみません、僕あんまりまだ距離感が、島田さんとのほうがまだ分からないんですけど、大丈夫ですかね。でも実際、ノブさんから見て、はい、やっぱりその吉田さんの、まあ、階段の、まあ、良さというか、はい、強みってどの辺になると思います？いや、俺に聞かれて。あ、ちょっと待って。なんて言われるのかなと思って。強みは、テンションがうまく、行けば、はい、その口調はすごい滑らか で、うん、で結構その臨場感のあるテンポのいい感じで喋ってくれるんで、聞き心地の良さは抜群なんですよ。確かに説明とかすごくお上手ですもんね、はい、YouTube 見てても、うん、なんでその辺を楽しんでいただけるとすごいいいと思います。2人でいる時そんなこと言わないのにちょっと見つめ合ってきたんでちょっと気持ちが悪いんですけど。あと最初おっしゃってましたもんね、テンションがうまくいけばっていう。テンションがうまくいけばですね、はい、本当にこう気持ち、その時のこう感情に左右されちゃうところがあるんですか？そうですね、今日はあんまりだなとか思うと結構あんまりに本当になってしまうんで、今日はならないようにしたいと思います。今日は大丈夫ですか？これ今日は大丈夫です。大丈夫ですね、はい。じゃあちょっとこれはすいません、 T シャツイジイジしてます。違う、ね、猫と一緒に猫と一緒にっていう気持ちで不安です僕が。大丈夫落ち着けってお前だよYouTube 見てるとすごいなんか理路整然というか、はい、なんか緊張感もあんまり出ない喋り口調だから、はい、なんかもう淡々とね、もうブレない人なんかと思ったら、うん、人少ないですからね YouTube の時って。やっぱ2人で撮ってますから。まだお前の番だよ。ロスタイム率高いなと思って今もロスタイム入ってましたよね。すみません。普通の今制限時間内の普通の話でした。あ、本当でしたか。はい、楽しみだな。じゃあそんな吉田さん、はい、代表作といいますか、はい、階段の方を披露していただきたいと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。このお話というのがですね、M さんという男性の方が中学生の時に体験した話なんですけど、学校の通学路で、まあ、いつも使ってる道があるんですけど、その道の真ん中に大きい欅があるお家があったんです。でその M さん自身がすごく自然というか木というかそういうなんて緑が好きな方で、その大きい欅の前を通るとなんか自分がすごく癒されるというか、なんかこう夏とかでもちょっと涼しく感じるらしいんですよ。それぐらいなんかその町内一帯をなんか照らしてくれるような大きい欅があったと。で自分なんかすごく思い入れがあったんですけど、ある時通学している途中でその木が今度切られてしまうっていうことに、なんか近所の人の話を聞こえてきた、はい、でなんで切るかっていうと、その大きな欅の家に住んでる方っていうのが一級建築士の方で、今度この家を建て替えて二世帯住宅に建て替えるから、この木は邪魔だからって言って、まあ、その木をどうやら切ってしまうということが決まったと。で M さん自身は別に自分の木でもないですから、はい、当然そんなことを止めることもできずに、まあ、通学続けている途中でいつの日かまあその木が切られてしまって、でその家の庭の片隅にバラバラにされて、まあまあ建材にも使うわけでもなく、うん、まあ、どうやらただ捨てるだけらしいんですよ。でうずたがく積まれているその木のかけらみたいなのを見て、すごくなんかちょっと心を
痛めたらしいんですね、うん、でそれが中学時代の話で、それから2年3年経った後に M さんが高校生になって学校で授業を受けている時に、友達がねえねえお前あのニュース見た、なんか声かけてきたんです、はい、でそのえ何ニュースって知らない何って言ったら、公園で、惨殺された、要は死体が見つかったってことなんです。それが公園のゴミ箱の中にビニール袋に幾重にも包まれた、まあ、要は人間のバラバラにされた遺体が入っていたっていう遺棄事件みたいなのがあった。それが今日見つかってあの公園なんだよっていう。でこの事件っていうのが1990年代にあった某公園のまだ未解決になってるバラバラ殺人事件なんですけど、その被害者の方、バラバラにされてしまった人っていうのが、その欅を切った情報に一級建築士の方なんですね、だからこれ紐付けるのはちょっとおかしいかもしれないですけど、 M さん的には自分が大好きだった木をバラバラにしてしまったあの人が、あバラバラにされてしまったのか、あそれもしょうがないかもなと、変な腑に落ちてしまったっていうお話でございました。やっぱり吉田さんね、まあ、この声もですけど語り口調がとても冷静なので、本当に一つ一つ状況がすごくしっかり入ってきて、そんな中思いもよらないねお話の最後だったので、恐怖がゾゾゾってこう押し寄せてきました。まあもちろんね、それが関連付けていいかどうかっていうとまた話は別ですけど、ただくしくもねちょっとこうバラバラになってしまってというところが不思議な話ですよね。よく昔から、ね、大きな木とか、ね、そういう、ね、そうですね、なんかこの霊力が宿ったりとか、はい、そのまあ、木も生きているって、もちろんそういう強く思う考えもありますから、だからその M さん本人的にはなんか、ああそっかと、他の人たちは全くわからない話ですけど、何かこう合点がいったというか、なんかそのやったことが返ってくるとも捉えられるのかなっておっしゃってた話だったんで、ちょっとまあ直球させていただきました。さすが初出場にして準優勝という腕前、うん、いやいや見事見せていただきましたね。いやとんでもないです、本当これからもありがとうございました、よろしくお願いしますすごい慌てましたけど、慌てて最後すごいキューって入れましたけど、はい、はい、いやちょっと短い隙間ってキューって言葉を差し込みたくなってしまいますよねちょっと空いたスペースってなんか気持ちいいんでしょうね、なんか隙間見つけるとそこに気持ちよくそこはまると気持ちいいみたい な, なんかそこに入れたくなってくるっていう。下ネタじゃないですよその言葉のっていうことですね。誰も下ネタとか言ってないですよ。あすいません本当に、あれ俺はこの空気4年ぶり2度目4年ぶり2度目オリンピックみたい、はい前に体験したことはたくさんあるんですけど。ありました、ありますね、はい、よし行こう間が怖いんです、おそらく。あ、間、恐怖症の方なんですね。そうっすね、はい、まあ、でもほら階段だともう自分しゃべりだから、はい、ね、まあ、このファーストテイク、ね、初耳階段ではもう関係ないですから、はいはい、でやっぱりね今みたいな本当に流暢で説明がお上手なので、何かこう事件性があるお話とか、うん、こういった歴史があってなんていう怪談話あったら本当に吉田さんぜひやらせていただきたいですね。見てそうですよ、ね、はい、よろしくお願いします。ぜひ皆さん今後も、はい、吉田もーもーさん楽しみにしてください、はい、ありがとうございます。さあ続いては川口秀幸さんです、お願いいたします。お願いします。さあまずはですね、川口さんが一体どんな方なのか、はい、こちらの VTR をご覧いただきたいと思います。どうぞ。川口秀幸、見た目とは裏腹に眼鏡の奥には最古な気質を潜める、取り憑かれやすい体質を持つ憑依型怪談師。ただこの川口さん、はい、ね、また最近特にこの怪談の方に、ね、力を入れていて、はい、YouTube なんかもね、チャンネル名が何でしたっけ、川口心霊探検隊というチャンネルで、はい、一応心霊スポットにも足を、ね、はい、精力的に運んでいて、さらには一人しゃべり怪談の方も上げてるんですね、はい、そうなんです。怪談と、スポット行くやつと、あと生配信で今週7、はい、稼働させていただいて。週7ですよ皆さん。いやいや、もうそれはもう本当にそれぐらいしかもうちゃんとやらないといけないなと思って、もう、はい、全振りで。全振り、今こうね、はい、起きて、ね、寝てる時間以外はもう全て階段に、はい、もう勢力を費やしてんじゃないかって思いますから、皆さんぜひねチェックの方していただきたいんですけども、はい、階段王2018のファイナリストでもあ、はい、ありがとうございます、はい、そうなんです。あとあれ
僕これもう一個称号的なあれがありまして、取らせていただいた称号なんですけど、SOS グランプリチャンピオンということで、ちょっと言い忘れちゃったんです、スタッフさんにちょっと SOS チャンピオン2021のチャンピオンになりまして、ありがとうございます。本当これ私がやってるポッドキャストの島田秀平とオカルトさんっていう、島田秀平オカルトさんの SOS グランプリっていうのを本当にこうすごくこうこじんまりやらせていただいてですね、で一応その優勝されたっていうことを、すみません、取らせていただきました。本当チャンピオン、すごいですね。じゃあ全部ね、4にこだわってやったんで、4人のメンバーが集まってくださって、で賞金はね、44,444円、で一応日本放送だったんですけど、スタジオを4番スタジオでもう全部4でやろうって言って、当日行ったら5番スタジオなんですよ。なんすか、4でこだわってたのに、おかしくないですか、あんだけ4で行こうって言ったのにみたいな。僕だって自分で賞金用意しましたからね、44,000円とかね、なのに4、あんだけ4なのに5番スタジオですと、スタッフさんこれどうなってるんですかって言ったら、すいません、4番急に使う方が現れまして、何言ってるんですか、誰ですかって言ったら、そこから鶴瓶師匠が現れて、もうしっかり5番で取らせていただきました。ありがとうございます。まあね、でも本当に心霊スポット、心霊ロケに行き過ぎて、最近はちょっと呪われ気味なんて話もあります。ちょっとそうです、僕霊感はないんですけど、なんかちょっとあんまり説明つかないなっていうことが結構多々ありまして、まあそれは霊障なんじゃないかなっていうのを思いますね。さあでは、川口さんも一つですね、怪談話の方いいでしょうか、でもあなた二次怪談と言ってね、川口さん最近短い怪談で、今こう押し出してるんで、多分もう尺的には一番いいんじゃないかと思いますので、短い怪談やらせていただきます。では川口秀之さん、怪談話よろしくお願いいたします。僕もう全く霊感とかないんですけど、やっぱこう心霊スポットをこう立て続けにいろんなとこ行って、家帰って寝てる時とかに、これ、おそらく連れて帰ってきたんだろうなって思うこととかいろいろありまして、寝ててですね、その時に耳元で男性のちょっと年いった方にさよならってこう耳元でつぶやかれたりとか、あ、これもしかしたら連れて帰ってきちゃったのかなとかっていうのがありまして、今からお話しする話もちょっと実体験で、つい最近解決というか、なんか腑に落ちたっていうお話なんですけど、生配信でパソコン使って、その日もありがとうございましたって言って、パソコン、その終わってから自分の携帯でツイートしてたんですよ、今日はありがとうございましたっていうツイートしようとしてたら、パソコンの Siri がまた勝手に起動して、今日はご一緒できて嬉しかったですっていう勝手に言ってきたんですよ、その時も僕自分でこうツイートしてて無音の状態で、何もこうパソコンに対しても問いも言ってないのに勝手に言ってきたんで、これなんか怖いなと思って、その話を後輩とかにしてたんですよ。この間 Siri が勝手に起動してご一緒できて嬉しかったですって言われたんだけど、あれすごい怖かったんだよって言ったら、後輩がそれなんて言ったら Siri そういう風に返答してくるんですかねって調べてくれたんですよ。調べられるんだ、なんていう風に Siri に問いかけたらそういうご一緒できて嬉しかったですっていうことを言ってくるのかみたいな。で調べてくれた結果が、さよならとかまたねとかいうことをシリに問いかけると、今日はご一緒できて嬉しかったですっていう返答が来るんですよ。でもその時僕何も言ってなくて、まだその部屋に今もう僕に対してさよならとかまたねとかずっと言い続けてる人がいるんじゃないかなっていう、そんなお話です。いや最近やっぱシリのね、こうまつわる怪談とかよくありますけど本当にやっぱり人工知能なんですかね、僕らでは感知できない音を聞いてっていうことなんでしょうかね、さよならっていう、僕らは聞こえてなかったかもしれないけど、シリには聞こえてたってことですよね。完全に、そうですね。大人の男性の声、僕が唯一、聞こえたというか自分で思ったのはその男性の声だけで、さよならです。さよなら。小田和正さんの CD 聞いてたと思う。オフコースじゃないですよね。ですよね。ちょっと泥棒ツッコミでしょ今。今までツッコむ感じでやってなかったから、多分みんなびっくりしてるんですよ。こういう状態できたらツッコんじゃダメなんですよ。いやでもこれ僕が悪かったです。僕が今
ずっと僕が今ずっとそれがもうダメなところでずっとこうなんかうずうずしてしまったから頑張ってかなきゃいけなかったのと、あと一回そのシリを起動っていうのを混ざってキリって言っちゃったからもうそれもずっと面白くってそこをなんかずっとごめんなさい、すみません、でも合ってます、ごめんなさい、すみません、いや、とんでもない、ごめんなさい、いやいや、すみません、教会のルールがごめんなさい、いやルールなんかないです、僕が今いけなかったです、僕が今いけなかったです、僕が今いけなかったです、本当にすみませんでした、はい、コビンチョの編集点、編集点、編集点、いやでも本当にあの勝手になんかそういうの起動するかもしれないんで気をつけていただきたいなっていう話でした。でもやっぱり今現在も何体か生き霊がついているという状態で話される、ね、皆さん怪談ですから、そうですね、やっぱりね本当に何か起こってしまうのかもしれませんのでね、はい、その辺も楽しみに川口さんの怪談見ていただきたいと思います。川口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはスマイルシーサーというコンビのですね、ヤスーさんです、お願いします。よろしくお願いします。ヤスーさんね、はい、沖縄出身ということで、はいはいはい、まあユタのおばあ様、そうです ね、家族にお持ちということで霊が見える方なんですね、はい、詳しくですね、ヤスーさんどんな方なのかこちらの VTR をご覧いただきたいと思います。どうぞ。スマイルシーサーヤスー、霊と接触した体験をそのまま怪談に、最強の血筋を引く怪談師、ね、さっきも言いました、はい、最強ユタのおばあ様の血を引くことで霊が見えるのが当たり前という、はい、まあまあちっちゃい頃からなんで当たり前というよりは見えてるのが正常で、見ないようにする生活ですね、どっちかといえば。お話がね、だから沖縄のお話であるとか、はい、とおばあ様、ね、はい、がその除霊をする時のお話なんかはやっぱりもう聞いたことがないぐらいの想像絶する話たくさんありますもんね。そうですね、結構やっぱいろんな方におばあちゃんってどういう感じだったのとかって聞かれることが多いんで、なんか最近思ってるのは僕に話しかけてくれる人って僕じゃなくてばあちゃんに興味があるなっていうのはなんとなく薄々感じてきました。はい、ヤスさんのおばあちゃんってどんな人だったのとか、今いるのいないのとか、あ、そう、今亡くなられてはいるんですけども、はいはいはい、なんか猫を見守ってくれてるって話ですね。そうですね、僕の守護霊としている時いない時があるんですけど、はい、基本的にはまあついてくれてて、なんか助言とか、あとまあ僕がなんか物をなくしたりとかすると教えてくれたりとかはしてくれます。ただやっぱりね、霊が見えてるということで、はい、まあ、やっぱりご自身の体験談なんかもかなりお持ちなんですけど、はい、そうですね、あ、ちょっとこう他では聞いたことがないようなお話多いですよね、はい、あ、そうですね、あんまり、あと誰かと被るってことはあんまないですね、はい、こちらの YouTube チャンネルも大人気で、はい、チャンネル名が、徳森ザウルスというチャンネルでやらせてもらってまして、まあ、僕のチャンネルに関しては怪談だけではなくて一応マルチという形なんですけど、怪談が9割はい、1割はあのゴジラでやらせてもらってるんで。ゴジラでやらせてもらってる。あ、そうですそうです、僕の後輩がゴジラ好きで、ゴジラ好きと怪談喋れるやつ2人のこう2本柱でやってるんですけど、まあ、ゴジラの再生回数が全然伸びないんで、あの怪談が9割になってますねただ時々ね、あのすごくね、あの人柄もいい方で、はいはいはい、2人でね、なんか生配信とかやられてるのが、はい、あれがまた空気感がすごいゆったりしてて、みんなね、はいはい、こうハマっちゃう人が続出してるんですけど、そうっす、なんかずっと食べてますよね。そうなんですよ、基本的にはご飯を食べるっていう配信なんでみんなと一緒に食べようよっていう感じで、なんかこうね、今ね、こういうコロナ禍で外に出れないんで誰かと一緒にご飯食べるってことも少ないじゃないですか。そういうので、まあ、週に1回日曜日とかにみんなでご飯食べながらこう僕らは配信しようって感じだったんですよね。まあ、でもね、はい、もちろん怪談の方もね、たくさんお話上がっていますのでね、はい、チェックの方よろしくお願いいたします。ます、さあ、ヤスーさん、はい、ね、今日の怪談というのはじゃあ実体験ですか。そうですね、せっかくなんで、まあ、ばあちゃんのお祓いのお手伝いをした時のお話をしたいなと思います。わかりました、はい、ではよろしくお願いいたします。スマイルシーサー、ヤスーさんの怪談です、どうぞ。お願いします。このお話、僕がまだ小学校5年生、まあ、中学校もなってない6年生、まあ、そこら辺だったと思うんですけど、その当時まだおばあちゃんが現役で1日に3人ぐらいの人を相手にしてお祓いとか相談とかに乗ってあげてたんですよね。で、僕のお仕事って家に帰ってくるとまずおばあちゃんの部屋に誰かいるのかっていうのを確認して、いるんであればその人たちの人数分のお茶を持ってってあげるんですよ。でお茶を持ってってあげて、ばあちゃんとの話の間で、ばあちゃんが喋ってるのを横に立ってこう聞いてるっていう。
でばあちゃんがいいよって言ってくれるとその、まあ、相談に来てる人たちについてるものを僕も一緒に見たりとか、あんまりにもちょっとこう念が強いなって思うと僕も、まあ、ばあちゃんも僕には見せてくれないんですよね。でそんなある日、若いお姉さんが一人でこうなんかこうもう死に物狂いで来たんじゃないかみたいな感じで部屋にいたんですよ。なんかこう低いもう地べたに座ってちょうどいいぐらいのテーブルが一個あるんですけど、うん、そこに女性の方がうつ伏せになってうーって声だけ上げてる状態で、でばあちゃんもどうしようかねどうしようかねっていうことを言ってたんですよね。で僕はいつも通りお茶を持ってってその光景を見て、え大丈夫と思って、何があったんだろうと思ってたら、うちのばあちゃんが僕にあんたさ確か仲良くしてるのアメリカの子だよねって言われたんですよ。でその当時僕の家族が、まあ、両親が家族ぐるみでこう外国の方との交流会とかがあって、よく僕もホームステイしに行ってたんですよね、週末だけとか。でちょっとだけ英語が喋れたんですよ。でばあちゃんが、今この人についてるのは外国の方の例だから私が何言っても聞かないんだよと言われたんですよ、うん、えって言って、見てごらんって見たらその女性の方を黒人さんの多分兵隊さんがっちりした、黒人さんがですね、女の人を後ろからこうギューッと首を絞めてる状態だったんですね。それで女性の方苦しそうにうーって言ってる感じだったんですよ。でうーわと思ってもう生き霊だなっていうのはすぐ見て分かったんですけど、生き霊だとしてもその大きい黒人さんがこうやってやってんのを目の前で見てめちゃくちゃ怖かったんですよ。でうわー何これと思って、でばあちゃんも一生懸命離れなさいなんでこんなことするのってその霊に対して言ってるんですけども、聞く耳も持たずにもうグーってやってて、もうしょうがないさ私が今から言うことあんたが英語で言ってあげてって言われて、あ分かったって言ったら、ばあちゃんが一生懸命その人に対して離れなさい出て行け出て行けって言ったんですよ。だから僕はもうそのまま直訳でゲラリヒューゲラリヒューって言ったら、ゆっくり話してったんで、その瞬間にばあちゃんがその黒人さんの霊の肩を捕まえてぐわーって引っ張ってって窓を開けてそのまま投げ飛ばしたんですよね。でバチンって窓閉めて、とりあえず今これで大丈夫だけどまだ帰ってくるからあんたこの後人とちゃんと別れなさいよって説教したっていう、まあその除霊の仕方を見て幽霊ってこうやって通るんだなって初めて知ったっていう、まあそんなお話ですね。もちろん僕らとか普通の人には見えないってことですよね、はい、そうですね。僕もその時初めてそのがっちりとした生き霊の方で濃い生き霊の方だったんですよ。本当に最近ついて思いが強いっていうのも分かったぐらい強い方だったんですけど、それ本当おばあ様はぐっと掴んで引き剥がすって言ったら、もうそのもの、なんか生き霊はある程度その外せるらしいんですけど、うん、また戻ってくるらしいんですよ、どうやっても。なんで今のはその応急処置だみたいな、その間に自分でどうにか距離を取るなの、ちゃんと別れをするなのっていうのをやって、やらないとまた戻ってくるけど、とりあえず今これは応急処置だからっていう感じでお祓いをしたっていう。そういうのを子供ながらにも日常的に見てたわけですよね、はい、あそうですそうです。もう麻痺してきません、うん、そうですね。だから怖いものっていうよりはちょっと悲しい生き物って感じです。もう伝えたいけど見える人が少ない分伝えられないから見える人を探し歩いてるっていうのとか、まあ、生き霊なんて本当に、愛情だったりとか好きとか嫌いとか恨みつらみで ついてくるもんなんで、人間の本当に弱いもの醜い部分が誰かにこうつきまとってるっていう感じなんで、やっぱ人の見る目も変わっちゃいますよね。こういった話ね、はいはい、徳森ザウルス、うん、はい、そちらもねたくさん上がってますので、はい、皆さんチェックの方していただきたいと思います。よろしくお願いしま す、ね、このようにも語り口調も絶品ですからね、ぜひこちらヤスーさんの会談も楽しみにしていただきたいと思います。さあ続いてはガンジー横須賀さんです。お願いいたします。お願いしますお願いしますは今若干噛んだわけですけども、久しぶりだったので、すみません、お待ちいただきまして、はい、まあ、やっぱりね見ていただいた皆さんもね一番こう謎というかどんな怪談話を話されるのかっていうことね思った方多いと思うんですよ。皆さんまずはねこちらの VTR をご覧いただきたいと思います。どうぞ。ガンジー横須賀、葬儀屋で10年働いた異例の経歴の持ち主、怪談界の高等向け異端児怪談師。すごいですね、元火葬場の職員をやられていたという。そうなんです、20歳から30代の時まで10年間ですね、約、
で僕はあのちょっともう嫌だなと思ってあの芸人になろうと思ってこっち来たんですよ。でも現在はゴミ回収業を、ゴミ回収業全然日の目浴びなくてですね、今あのゴミを拾ってですね、それを日銭に数えてるっていう。あ、はい。ゴミ収集車ですよ。あ、ゴミ収集車って方ですよね。あ、びっくりした。完全にしません。ゴミを拾ってっていうことじゃないです。そう言うから。そういう感じになってたんですよ。そうです。あの、ゴミ収集車に乗ってですね、あの、清掃局から委託されて、こう、あの、回収してます。バイトですよね、バイトで。はい。だからまあ、本当いろいろな経験をもね、されていて、やっぱり、仮想場で働いてる時っていうのは不思議な体験なんかもあったんですか？はい、もう結構ありまして、もうそれこそ今日ちょっと話す階段ちょっと仮想場とはちょっと関係ないんですけど、はい、4、5ぐらいありますね、不思議な体験は。何年働いてたんですか？4から5あります、あ、5個ありますね。な、何年働いてたんですか？あの10年、10年働いて、はいはい、4、5 4から5あります、はい、なんとも言えない数なんですよね。絶妙な絶妙な数なんですよ。どう評価していいのか分かんない。何1回あと4か5ならどっちか分かるはずだ。4もしくは5なんですよね。そうですね、それはもう実体験としてもうこれは忘れられないぐらいの。まあでもね、やっぱりこのすごいんですよね、YouTube の方もやられていて、はい、じゃあチャンネル名が、おかげさまで、はいはい、今2000人ぐらいですね。はい、なんていうチャンネル名なんですか？ペスカトーレゴンゴーザっていうチャンネル、あ、すみません、ピンポイントチャンネルっていうんですけども、あの、すみません、これ大丈夫ですか私？大丈夫かどうかで言うと、ずっと大丈夫じゃないです。本当に。はい。僕途中から完全にもう変えましたね、ギアの方を。ガンジーさんと話すときにはっていう。はい、あ、なるほど、はいはい、ピンポイントチャンネルっていう。さっき何て言いましたっけ？ペスカトーレゴンゴーザ。はい、と間違えたんですか？と、ま、とピンポイントチャンネルちょっと間違えました。間違えちゃいました。はい、間違えやすいですもんね。はい、楽屋で丁重に謝らせていただきます。はい、すみません。はい、すみません。そんなやめてください、本当に。はい。はい、ガンジー横須賀のピンポイントチャンネル。チャンネルで、はい、こちらはそういった怖い話系なんかは？怖い話と、その川口君と一緒で心霊スポット回ったりとかして探訪なんですけど、はい、川口とは違って、ちょっとドキュメンタリーというよりも、ちょっとバラエティ色強い感じのチャンネルとはなってますね。はい、ずっとピーポーの音がね、急に入ってきちゃいました、ね、ガンジーさんが話してると、はい、緊張が薄れますね。でもね、でね、ちょっとそういったもう階段のイメージもあまりないのかななんて思いつつも、はい、でも最強戦、これ始まった当初からずっと出てます。ガンジーさんが話すとなんかピーポーがちょっとなり始めるっていう、勘弁してよ、すごかったですね今。チャンスなんだよ、すごいな。ガンジーが喋ると誰かが怪我をするんですよ。こちら最強戦の方も、はい、開始の2018年から現在までずっと出られてるんですね、はい、ずっと出てます、はい、予選まあ、去年はファイナリストまで行かさせていただいて、素晴らしい、はい、今年はちょっと出たんですけど、ちょっとダメだったんですけど、いやでもね、はい、ずっとこう出られてるだけで、でも毎回ね、即インパクトを残してるって聞いてますよ。あ、本当ですか、はい、どなたかな、その、いや結構関係者の方からも。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。その関係者に向かってピンポイント。ピーポーなんでなの、全然全然。じゃあ怪談話は何本ぐらいお持ちなの？もうかれこれそうですね、20本ぐらいありますね。あれ、いや、ごめんなさい、これ絶妙な数なんですよ。じゃあ、はい、まだちょっと初めて浅いっていうところもあってですね、20本ぐらい、もうちょっとあるかな、30本ぐらいは。お、はい、で川口さんと一緒に行くわけですよね。はい、このガンジーさんの魅力というと、どこまで言っていいか分かんないですけど、一緒にこう心霊スポット行くと結構やっぱり僕とかは怖いが勝っちゃって一回ちょっとためらったりするんですけど、ガンガン土足で行く感じですね。あ、はい、もう肝が据わってるというか、はい、そうですね、だからその本当に見たいっていう気持ちもあるんで、うん、でどこまでこう霊と対話できるのかっていうのがちょっと試したいところがあって、でビビっちゃうとなんかそれもなんかできないのかなと思って、その先をちょっとね、僕はちょっと追い求めたいっていう、体当たり系なんですね。うわ、体を張って怖さをね追求してるっていう、わあ、ちょっと楽しみですね。さあ、そんなガンジーさんですが、どんなね怪談話話していただけるんでしょうか。では、
ガンジ横須賀さん、怪談話よろしくお願いいたします。この話なんですけど、今から 7,8 年ぐらい前の話なんですよ。で当時僕彼女がずっといなくてですね、あなんかちょっと寂しいなと思って、友達友人からですね、ちょっとマッチングアプリあるからちょっとこれやってみればって紹介されたんですよ。その〇〇だみたいなちょっとアプリなんですけど、でじゃあダウンロードして、ですぐにですねいいねもらってマッチングしたんですよ、うん、でそのマッチングした相手っていうのが看護師さんだったんですね。あすごいいいことマッチングしたぞと思ってですね、なんかこう解放してくれ、なんか何でもしてくれそうだなと思ってですね、僕ワクワクして、じゃあいついつちょっと会いましょうって僕言ったら OK もらったんですよ、うん、で1週間後なんですけど、場所は竹下通りのちょっと入り口ぐらいの方にちょっとあったんですね。でこう待機してると向こうの方からこうやってくるんですよ、誰かが。おっとこう見るとなんかのピンク色のですね、ここをひらひらさせたようなこうちょっと衣装着みたいなやつで、まあゴスロリっていうんですかね、マリス・ミゼルみたいな感じの人がですね、こうやってくるんですよ。で、あれ俺ちょっとタイプじゃないんだよなと思ったんですけど、こう来るなよと思ったら僕の方でこうスッと止まったんで、おーおーおーこう来たかと思って、おーおーお前かと思って、分かりました、まあまあまあファッションなんでもうそのままで全然いいと、よろしくお願いしますって向こうもよろしくお願いしますって、で挨拶しまして、じゃあこの後どこ行きますかってこう僕言ったんですよ、はい、そしたらうち来ませんかって言うんですよ、急に、うん、いきなりですかっつって、いやいやなんかこう食事したりとかしてね、その後とかだったら、いやもううち来ませんかって言うんですよ。でこれ女性から言われたからもうこれ行くしかないなと思ってですね、うん、僕も行ったんですよ。で場所どこですかって言ったら鎌倉の方だったんですよね、また遠いなと思って、鎌倉の外れの、ちょっと豚小屋みたいなとこなんですよってこう言うんですよ。いや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 、その紹介でちょっといやとちょっと怖いなと思ったんですけども、はい、いや僕もまあ女性が言うんですよ、しょうがない、もうついていこうと思ってですね、でこう電車に乗ってケーキに乗ってですねこう行ったわけですよ。でその間もちょっと実はね、私旦那とねちょっと別れちゃっててねっつって、ああそっかそっか、バツだ疲れてるんですねとか言って、まあ人生豊富な人なんだなと思って、でそのままこの鎌倉の方にわーっとこう向かって、で家着いたんですよ。で結構本当外れたところで、うん、結構言ってる割には結構綺麗な一戸建てのなんか木造なんですけど、すごい住まれてた、あここかと思って、じゃあお邪魔しますっつってガチャッと開けて入ってった、おかえりって聞こえるんですよ。子供がいんのかいと思って、言ってよと思ったんですよ私も。でまあまあまあいいやと思って、でこう中に入って、でお茶飲みますかっつって、あお茶くださいっつって、でお茶でも一服するのかなと思ったら、急にこのちょっと全裸になってもらっていいですかって僕に言うんです。全裸になってもらっていいですか、えいますかっつって、はい今ちょっとしてくださいって思うんです。でこうあ分かりましたとこう言われるがまあこう全裸になって、ちょっとすいません後ろ向いててもらっていいですかとか言って、でそしたらですねおもむろにバッグをこう出して、なんかジャラ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 ここなんか音立ててるんですよ。でなんかやってんなと思ったら背中がこうチクチクするんですよ。なんだこれ、なんだチクチクするなと思って、どうしたっつって言ったら、なんか背中に、僕の背中にですよ、マンダラアートをですね書いてるんですよ、マンダラアート。何やってんのマンダラアートって、ね、いや私ね神をちょっと降臨させないとそういう行為ができないみたいな感じのこと言って、そしたら、イザナミ様降臨せよポゼッション、イザナミ様降臨せよポゼッションなんてこうなんか呪文が始まっちゃって、めちゃめちゃ濃くなっちゃって、僕もうこれあかんぞこれと思って、この現場ダメだと思って、でちょっと後ろの方に行ったら、なんかシャリン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 ってなんかこう鉄と鉄がこう混ざり合うような音がして、これはいよいよだなと思って、で僕ちょっと喉乾いちゃったのでお茶飲もうかなと思ったら、そこにですね茶柱が2本立ってたんですよ。な縁起がいいことあるかっつって、でそのままこうバーって帰ったんですよ、そのまま、はい、もう帰ったんですよ。でこうちょっとこうもう田舎道なんでちょっと道も分かんないんですけど、ふっと見たらその一軒家がツタがこう巻いてあって、もうほんとさっき見たものじゃなかったんですよ。え俳句みたいな感じだったんですよ、これ。
まるで、うん、でこれうわなんかこれこんなとこいたのみたいな、いや本当に豚小屋やんみたいな思ったら、その女の人と子供が手をつないでこっちをずっとこう見てる感じがしたんですよ。こうやってあこれそしたらスーッとこう下がっていったみたいな感じなんですけど、あれねもうあそこにいたら取り越されたんだ、まあ、取り越されてたかもしれないなと思ってピンポーン、僕の手相はこうだよ、どうやったでしょう。続きましてあとちゃんさんですけども、ちょっとすみません、ちょっとだけ会話していただけたら嬉しいなと、はい、もしありましたらその、はい、茶柱いらないよねっていう。そうですね、いらないですね。ノブさんどうでした？ノブさんどうでした？あのそうですね。多々あるんですけど、はい、ちょいちょいいろんな方言混じってませんでした？そうです。なんか大阪弁になったりとか、うん、であとなんかこう鉄と鉄が混ざり合う音が、はい、みたいな後にその通りだなと思ってみたいなの言ってるんですよ。何がと思って、まあそう言い出したら本当にね、キリがないんですけど、友達とか、まあまあ、友人というか友達がとかなんかとかもあったし、マリス・ミゼルもなんか妙に残るし、ようやくすると、はい、テレビ出たらダメな人そうですね。ごめんなさい、あの本当にあの多分みんな謎なんですけど、はい、最後その、はい、家と親子は消えたんですか？なんかこう立ってたんですよ、こうやって、はい、こう立ってて、ほんでそれがもう黒い影みたいなのがスーッて家に入ってくるのを見たんですよ。え、黒い影か、もう黒い、もうはいスーッて入ってもうなんほんとすみません、黒い影、え、その2人がスーッと家の中に戻ったスーッと家の中に入ってた感じで、やっぱりそのツタでもうほんと廃墟みたいだって言いましたけど、入るときはそう見えなかったと、見えなかったです僕、そこ不思議ですね、はい、はい、これ鎌倉のちょっと外れたところの、はい、家だったんですけど、またそこにね、はい、ちょっと行ってみて、うん、取材とか、そうですね、ぜひちょっと深掘りしてですね、島田さんに一回お預けいたします。いや、手一杯ですそれもいただいてもこっち手一杯です、はい、あ、そうですか、あ、なんとかそこをね、あの嫁さんと相談していただいて奥さん出てくるんだけどね。いや、ただまあもちろんね、やっぱ芸人さんだからこそ途中ね、はい、あって面白い、すみません、なんか、まあでもすごくこうね、はい、漫談的な部分もあえて入れてたと思うんですけど、ただやっぱりこのお話の持ってき方とか臨場感っていうのはなんかすごくね、危機迫るもので引き込まれましたよね。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ぜひ皆さんこういったですね、テンション高い系というか、そういったね、こういろんなことがね、もう巻き起こるなんていう話はね、きっとぴったりだと思いますので、こちらガンジー横須賀さんの会談楽しみにしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ゲップしたの、ゲップずっと我慢してて、最後出ちゃったんですか。出ちゃいですね。ちょいゲロ、ちょっと出ましたよね。ちょいゲロですよ。完全ありがとうございます。ずっと我慢してたんですか。とりあえず終わるまでは我慢しようみたいな。出てきました。アリエップって言ったもんな。ちょっと稲川淳二さんに見えてくるんだから、すごい、ビジュアル的にはもうぴったりだと思うんですよね。もうレジェンドと同じ顔してるんだ。スモーキードライアトちゃん、怪談 TikTok でもバズった蒲田のチンピラ怪談芸人。さあ続いてはスモーキードライのアトちゃんです。お願いします。お願いします。ちょっとね、こういった見た目で、はい、キャッチコピーが蒲田のチンピラ怪談芸人はい、そうです。否定はできないですね。はい、そういう感じでちょっとやらせてもらってますね。ただの今回の怪談メンバーの中では TikTok の再生回数がナンバーワンという、はい、そうですね、多分見た目からハマってくれたのか分かんないですけど、ちょっとこういう今っぽいこの感じなんで、だからまあちょっと回ってくれたのかなと。皆さんの怪談やっぱ怖いんで、それにちょっと乗っかれたから良かったかなっていう感じ。あんま自分で言わんけどな、見た目。見た目この感じで、はい。すみません、ちょっと気になっちゃって。ただあれですよね、まあ
この見た目でお友達なんかもね、そっち系の方が多いそうで。もうそうですね、ラップとかする人だったりとかラッパーの方だったり、あとはまあちょっと悪そうな不良、もともと不良だったよっていうことかと、ちょっとまあ仲良い、そういう話は聞いたりしますね。だからその辺から階段も収集されてるってことで、やっぱり他の皆さんとは被らない切れ味の階段が、ね、魅力ですよね。はい、一応ちょっと大田区界隈の 階段になるんですけど地域としてはまた別の怖さもありそうな階段、ね、ギリギリだな。そうですね、だからちょっと聞くのが、一コアも結構ある。あ、いや僕ね、あの何度かお仕事、ね、させていただきましたけど、はい、あの口調がね、いわゆるこう怪談師とかの口調じゃなくて、はい、本当に今の若者っていう口調だから、すごい自然で、すごくこう入ってくるんですよね。ああ嬉しいです。めちゃくちゃで、なんか楽しいお兄ちゃんと話をしてるのかと思いきや怖いみたいな、そのギャップにやられちゃうっていうね、これもありますもんね。ありがとうございます。今何本ぐらいそういった話をお持ちなんですか。階段自体を始めたのが多分半年ちょっとみたいなもんなんですよ。そうなんですね。ちゃんとこう話し出したのっていうのが、なのでまだ多分20ぐらいなんですけど、まあちょっと一コアとかも含めて、まあ今後もちょっと大田区界隈の階段増やしながら深掘りもご近所なんでしていけたらなとは思ってます。お話お上手ですね。お若い、今おいくつでしたっけ。今でも31なんで、どうなんですかね。まあこの方々たちよりはちょっとお若くやらせていただいてるんですけど。誰なんやお前、誰なんやお前らは。そうな、こっからこっからここはな。そうだよ、バカ野郎お前らは。すいません、一緒一緒。ガンジーさんがね、あれだけ言ってるのに全部バカ野郎だけすごくないですか。結構喋ってましたけどもね、全部バカ野郎バカ野郎でした。そうなんですね。で今の YouTube の方ももちろんやられていまして、はいはい、こちらがチャンネル名が、スモドラ TV っていう、チャンネルで。どういう意味なんですか、スモドラっていうのは。スモーキードライっていうコメントで、あ、まあ、ちょっとあんまり略してもらえなくて、スモドラって呼ばれるだろうなと思ってスモーキードライっていう名前にしてたんですけど、はい、スモーキースモーキーって呼ばれるからちょっと違うなと思って、もうこっちでご利用してその短くしたスモドラにしたっていう、でスモドラ TV っていう感じで。どういった内容が上がってるんですか。基本的には心霊スポットとつ、まあ、川口さんとかガンジーさんとかと似たような、まあ、心霊スポットとつとか、あとは階段上げたり、あとはいろんな職業の方から、階段を聞いたりっていう感じ。面白そうですね。唐揚げとかもやってますね。え、唐揚げとかね、はい、唐揚げのルーツを巡るっていう動画を、はい、そう、ルーツ巡ってんですか。それはマジであの黒歴史なんで触れないでください、はい、いろんな、はい、あのぜひ上の闇が絡んでるんで。あと伝説のアメリカンバイクを追いかけるっていう。うわいいですね。潰れた企画言うな。今聞いただけでもチャンネルいい感じにブレてますね。そうですね、すごいブレましたね。あとあれだろ、あのなんかヨーロッパ人の足のサイズを測るチャンネル。聞いたことねえよそれは。うちじゃねえわ。え、それはボケなんですか。ボケです。すみません、ボケました。ちょっとごめんなさい、この流れでそれ言われるとそれもやってんのかなって思ってしまうから分からないっていう感じ。うちじゃねえっす。ごめんね、ごめんね、あのカットいただこう。多分この前後大体がっつり切られるんで大丈夫です。ごめんなさい、一回振り返ると、はい、ヨーロッパ人の足のサイズを測るっていう企画。何その企画。限定で、はい、ヨーロッパ人見つけたら足のサイズ測ってこうって、足のサイズ測らせてくださいっつってこう日本人と比較するっていう。あのな、後輩のターンですげえやばいこと言うのやめろ。いいですね、その企画。もう人気 YouTuber 取り合いますよ、その企画ね。本当に変な企画言うな。変な企画でしたね。変な企画言うな。まあでもね、皆さんこの語り口調ですから、なんかね、こうちょっとこう最近だとか、ちょっとこうね、最近話題だったりとかっていうね、なんかそういう、まあ若い世代の方なんかはこちらね、あとちゃんに話してもらうなんてもいいかもしれないです。お願いします、はい、ぜひ皆さんね、今後ご注目いただきたいと思います。それでは、どういった階段をね話していただけるんでしょうか。あとちゃん、階段よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スモーキードライあとちゃんです。これ川崎の友人から聞いたお話です。その友人が川崎のデイサービスで働いてまして、でビルの2階にデイサービスがあって、でお年寄りの方たちにレクリエーションをする、後ろ窓ホワイトボードでお年寄りが座ってもらって、そこで、まあ、グーチョキパーでみたいなレクリエーションしながら、まあ、お年寄りの脳トレとかをしてて、そしたらね、みんなお年寄りの方がバッて立ち上がって、人が降りた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 、窓を指さしながら
みんな走って窓の方にお年寄りの方が向かってくるんですよ、はい、落ち着いてください落ち着いてくださいって、後ろの建物で人が飛び降りたみたいなんですよ。でちょっと確認するんでって言ってこう窓の外を覗く、何もないんですって、うん、見間違いですよ、誰も落ちてないんでって、落ち着いてください座ってください、その日はそれで終わって、次の週バッみんな立ち上がって人が降りた人が降りた、同じことが起きたんです。それが毎週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 、見間違いにしてはおかしいし、毎週同じことが起きるってそれでね、一応確認したんですって、前のビル何なんだろう、うん、そしたら事故物件っていうか、その共用部での自殺って書いてあったんで、おそらく飛び降りがあったっていう。僕も調べたんですけど、自殺した例って自分が死んでることに気づかず何回も飛び降りをするっていうことがあるみたいで、あ、もしかしたらお年寄りの方がそれを見てたんだなって、その友人から聞いてて、僕がすごい一番怖いなと思ったのが、でもそのおじいちゃんとおばあちゃんたちみんな言うんだよねって、でも笑ってたなって、落ちてくその霊笑ってたみたいなんですよ。普通見えるわけないじゃないですか、はい、動体視力的にも。その笑ってるっていう思念を見てる人たちに飛ばして、死っていうものはいいもんだよっていうふうに伝えてるのか、それともこう引きずり込もうとしてたのかっていうお話です。いや、よくね、はい、飛び降りた方っていうのは袖意識を失ってるから自分がなかなか外に気づかずに何度も何度も飛び降りてしまうっていう、ね、うん、話聞いたことあるんですけど、はい、笑ってるということで、あ、そうか、よくないけどもね、亡くなることは。でも、うん、その苦しかったからやっと楽になれたんだな、そういう気持ちで笑ってるのかなと思ったら、そういう解釈ももちろんありますけど、そういう解釈も、はい、死っていいんだよ、引きずり込もうとしてるってい う、 そ う、 です、ね、そういう笑いなのかもしれないと。にやりっていう笑いだったらもしかしたらそっち側かもしれないですよね。安田さん、そういうことあるんですか。そうですね、亡くなられた方の中にはそのこ亡くなること自体が何もかもから離れられるっていう考えを持ってたら、周りにもそれを進めるというか、ね、辛い思いして生きるよりこっちの方が楽だよって思って亡くなる方ももちろんいると思うんですよね。でも結局こう亡くなる瞬間まで、あ、これでやっと楽になれるって思ってる意識の中、目つぶっちゃってるんで、自分がこう地面に当たって亡くなるっていうことに気づけず、結局笑ったまま何度も繰り返してしまってるっていうのはもちろんいます。ただね、そういう解釈、別にね、引き込もうとしてこっちに来なよっていう笑いだと怖いなっていうふうに思ってしまいましたね。そうですね、未だあるデイサービスみたいなので、もしかしたらそういうのを見たことがあるの人ももしかしたら川崎にいるかもしれないので、はい、何度も何度も、ね、おじいちゃんおばあちゃんたちは見てしまってるわけですもんね、はい、しかもみんなが一斉に立ち上がるっていうね。そうですね、みんなバッて立ち上がって指さして走ってくるみたいです、腰の悪い人でも。いやー、なんかこうね、淡々と話してるようで、だからこうね、すっとこう聞き入ってしまうんだけれども、そこにバーンという切れ味のいいね話が来るっていう、バトちゃんのね、この階段素晴らしいと思いますので、ぜひね、今後も楽しみにしていただきたいと思います。お願いします。ということでですね、皆さんからいただきました初耳階段、こちらの階段の皆さんが今後紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたしま す、 します。さあ最後ですね、意気込みの方を聞いていきたいと思うんですけども、まずはスモドラの、はい、アトちゃん、はい、皆さんからいただいた階段を自分らなりのフィルターを通してこう世に出せていったらいいなと思ってますんで、よろしくお願いします。いいですね、もう本当に模範のような、はい、はい、そうですね、やっぱりね、楽しみですよね。そうですね、どんなことが聞けるのかっていう楽しみがありますよね、投稿で、うん、はい、本当にそこはもうね、皆さんから素晴らしいお話をいただいて、それをね、できればね、110%、120%ってこっちがどれだけそれを上げていけるのかっていう真剣勝負ですから。確かに真剣勝負です、うん、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。さあ続いてスマイルシーサー、ヤスーさん、はい、そうですね、初耳怪談ということで、視聴者の方からいただいたお話とか僕らももちろん初耳で聞かせてもらうので、
その、怖さだったりとかをより倍増させて、落とさないように気をつけつつ、まあ、見える側からの意見も取り入れながらちょっとうまく今後皆さんに届けられたらすごく嬉しいなと思いますので、どしどし、初耳皆さんの体験談を送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ続きまして、川口秀幸さん。はい、ありがとうございます。なんかこの楽しさがね、まあ、の伝わってくれればいいなと思います。ありがとうございました。コミッチャロ、ありがとうございました。なんか今渋滞してましたけど、すいません、ちょっと似たようなこと言っちゃダメだなと思っていろいろ考えたんですけど、やっぱそんな器用じゃないなと思って、あれ今の思いの丈を、はい、全部詰め込んだら渋滞しちゃいました。でもなんか本当に初めての怪談聞けるのはすごい楽しみなんで、いっぱい送っていただきたいなと。ごめん、全然いいですよ。いや、でもそうなんだよね、この川口さんって方が本当にそういう怪談話とか大好きなんで、はい、とにかくもう皆さんのどんな些細なことでも不思議なお話、はい、なんか僕らもね、それを目通せるっていうのがすごく楽しみでもあるので、はい、ありがとうございます。ちょっとね、まあ、採用される方、そうではない方出てきてしまうんですけども、はい、本当にやっぱ送っていただきたいですよね。頑張ってくださいね。はい、コメンチャロ。ぜひそれは会談の中では絶対出さないようにだけお願いします。わかりました、はい、これは絶対に使わないようにお願いします。はい、どういう意味でしたっけそれ。コミンチョロ編集点です。便利な、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。さあ続いて七不思議のノブさんですけども、はい、個性的なメンバーがもういてるんで、うん、もう僕はもう直球勝負で怖い担当として行こうかなと思っております、うん、で階段をですね、なんかエンターテインメント的にもう一個上のステージに上げられるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあ続いて吉田さんはどうでしょうか。はい、まあ、そうですね、相方と全く一緒ですね。はい、ありがとうございました。違います。本当に怪談っていろんな種類があると思うんですよ。怖さだけじゃなくてその奥にある何かとかで、投稿者の方って一番伝えたい部分みたいなものを自分なりに汲み取ってそれをしっかりお伝えできたらいいなと思います。そうですよね。であと投稿者の方で女性が送ってくださると、で僕がそれ読むとですね、なんかその自分の話読んでくれたみたいので何かしら ありえるかなみたいなことも思ってますので、ぜひ女性の方は投稿者の方とちょっとワンチャン狙ってみよう。いやそんな、まあ、いやまあ独身なんで僕は数少ない、あ数少ないのかな、わかんないですけど、あわよくばですね、あわよくば、はい、もうちょっとは考えてはいるので、まあまあ確かにね、はい、ここどういうことなんでしょうかとかね、さらにこの部分詳しく聞いてみたいんですっていうふうに話をする上でですね、投稿者の方 と、まあ、連絡取りやすいですからね、まあ、連絡取りやすいというか、ここはスタッフにやらせますけども、はい、打ち合わせをねさせていただくという、より階段のね、はい、クオリティを上げるためにという可能性はありますのでね、はいはい、なんかそういうところもですね、投稿する方はですね楽しみにしていただけたらななんて思います。本当もやめろよそういうの、すいません。わけわかんないんだから、最近このコンプライアンスが厳しいご時世で投稿したら口説かれたとかわけわかんないんだから、すいません。ワンチャン階段ワンチャン階段で最後できなかったんですよみたいな、すいません。ワンチャンね、ね、猫ちゃんなのにワンちゃんもらっちゃってね。あ、なるほど、あ、すいません、それかけたわけですね。いやいや、本当いいじゃないですか、ね、猫ちゃんなのにワンちゃんだったっていう、ね、ちょっとその悪くないですよね。悪くないと思いますよ、はい、はい、まあ面白くないんですけど。あ、分かってるんですね。分かってる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 、病気ストッパーがね、ちょっとバカになってるんですよね。薬で散らしてるんで、言っちゃうんですよね、覚えちゃったら言っちゃうっていう、ね、てしまうんですよね、はい、そのストッパーだけね、強めにね、もうちょっと一段階強めの薬の方だけは、ね、ありがとうございます。、はい、そして本当にある意味、はい、まあね、ゼロか100かっていう、まあ、はい、視聴者の皆さんも目が離せないんじゃないかっていうのがガンジーさんですけども、ありがとうございます。どうですか、はい、今回意気込みは。意気込みはもうここに全勢力を費やしてですね、ここをですね中心としたその怪談ブームがですね、おやってきてほしいと私はもう常々思ってますよ。今怪談もね盛り上がってきてますが、その中心、ここがまたね新たなムーブメントを作っていきたいって、それぐらいの勢いってこと。そのぐらいの勢いで挑んでますけども、まあ投稿怪談じゃなくてもね、僕に恋文でもいいんでですね、送ってきていただけたらと思っております、ね、
なんで最後変な方に急ハンドル切ったんですか。え、あっちやばいブロックそうそうもうこうなるとなんかノブさんもやばく見えてくるそのモンモさんも言いましたけど、なんか怖いだけじゃなくてその楽しさっていうのもここから発信できたら嬉しいなと思います。そうですね、やっぱ階段ってね、はい、いい部分が何かこうよくわからないっていうね、うん、そういう楽しさもあるし、はい、あとはね感動的なお話もあるし、その階段によって残された人たちが救われるっていうね、そういう部分もあったりするので、はい、皆さん特にね怖いものだけが階段じゃないので、なんかね聞いてほしいなという不思議な背景、不思議な話もありましたらもう何でも結構ですのでね、ぜひ送っていただきたいと思います。でですね、採用された方、こちらなんと番組のオリジナルノベルティグッズプレゼントさせていただきたいと思います。でやっぱりね、投稿者の方は作者さんですから、はいはい、番組エンドロールには投稿者として、そちら名前の方も記載させていただきたいと思います。はい、なかなかないですもん ね、 最後こう文字名前とかも乗っかってくるっていうのが ね、 そ う、 ですね、はい、そういうのもありますんでね、うん、皆さん振るってもうどんなね些細なお話でも構いません、こちらの方に送っていただきたいと思います。で皆さん楽しみですね、はい、はい、頑張っていきましょう、はい、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。楽しみに。